コリチ舞台芸術チャンネル劇特MC の森下亮です。水野コロンです。よろしくお願いします。会いませんでしたね。今よろしくお願いします。全然大丈夫ですよ。大丈夫です。皆さんのお察しでしょうか。水野コロンさん、はい、新 MC ということで初登場でございます。よろしくお願いします。あれ、どうですか。ちょっと天にも昇るような気持ち、全然天昇らないですか。本当それでは緊張しちゃっても、まあまあそうですよね。一応そのオーディションあって それで選ばれてということで、今回ね、新 MC に選ばれての初めての激特になりますね。はい、ということで、そうですよね。どうしましょうね。どうですか。じゃあせっかくですか、意気込みなど。じゃあ自己紹介を。自己紹介してください。劇団ナイロン100度 C に所属しております、はい、水野コロンです。ありがとうございます。はい、演劇が好きで応募しました。はい、演劇をやってる人たちはみんな仲間という、すごい思想を持ってるんですけど、すごい思想じゃないです。いい思想だと思います。いい思想ですか。そうですね。これからいろんな、大注目の演劇人をお呼びしてお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。頑張ります。はい、水野さんならではの、ね、視点でね、いろいろインタビューしていただけたらなと思いますので、ちょっと斜めから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コリッチ舞台芸術チャンネル劇特では、はい、毎回今の演劇界を担う大注目の演劇人にお越しいただき、根掘り葉掘り、ビニ入り、サイニ入り、お話をお伺いしちゃいます。本日のゲストは、はい、俳優、演出家、プロデューサーの加藤健一さんです。はい、ありがとうございます。いやいや、それもう本当に大先輩も大先輩で、たくさんのお話お聞きしたいと思います。それではお待ちかね、今回のゲストにご登場いただきましょう。俳優、演出家、プロデューサー、加藤健一さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いえ、どうもないです。どうぞお座りくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、今日も稽古終わってすぐに駆けつけてくださったということで。そうですね、今終わりました。ありがとうございます。お疲れのところ、本当に今日でもお疲れのところ、これからたくさんお話しお聞きすることになると思うんですけど、大丈夫です。よろしいですか。ありがとうございます。では、まずですね、加藤健一さんのプロフィールの方を紹介させていただきたいと思います。はい、加藤健一さん、1949年静岡県生まれ。高校卒業後、半年間のサラリーマン生活を経て劇団俳優小劇場養成所に入所。卒業後に劇団新芸を結成。劇団公演を続ける傍ら、塚公平事務所の作品に多数客演。1980年に一人芝居審判を上演するため加藤健一事務所を設立。上演プログラムからキャスティング、演出、照明、音響、美術、衣装などすべて自らプロデュースし、これまでに100回以上の自主公演を行っていらっしゃいます。代表作は審判、セイムタイムネクストイヤー、詩人の恋、サンシャインボーイズなど。紀ノ国屋演劇賞個人賞、芸術祭賞、芸術選賞、文部科学大臣賞など数々受賞されてらっしゃる、現在も演劇界をリードする俳優さんです。はい、ということで、プロフィールをお聞きしただけでも本当にね、たくさんお聞きしたいところだらけなんですけども、はい、まず本当にそのね、キャリアがもう本当にたくさんの、だって100回以上の自主公演で聞くと、ちょっともうとんでもないことですけど、はい、そこまでに至るまでをまずお聞きしたいと思いまして、はい、本当に遡りまして、うん、加藤さんのお子さんの頃のお話とかをお聞きしたいんですけども、はい、お子さんの頃だと どんなお子さんでしたかとご自身でお聞きするのもあれですけども、そうですね、自分ではよくわからないんですけども、7人兄弟の6番目で、4男として生まれて、男とが1人いるという感じですね。で、静岡の、もうほとんど本当にこう夜になると波の音が聞こえるような、静岡の遠州灘の、海辺で生まれました。
だからまあ本当にあの田舎の子ですね、砂浜を裸足で駆け回ってる子でしたね。子供の頃好きだった遊びというかそういうのとかっていうのはどうでした？いや、まあ、もう僕たちの頃はあの、うん、まだあの戦争が終わって4年目ですから、うん、本当にチャンバラごっことかね、うん、あのなんか空気銃で物を、はいはい、カエル撃ったりとかそういうこんなこと言っていいのかなあの本当にそういうなんか荒っぽかったですね、まだね、うんうん、あのカエルの皮を剥いてザリガニ吸ったりとかさあのあとね、うん、あの人を木に縛り付けたりとかそういう何ですかどういう気になるないや本当にね、やっぱり気持ちが荒かったんでしょうねまだね、うん、あのだから僕も本当にちっちゃい頃まだ小学生だと思いますけども、うん、遊びで兄貴にこう昔墓石じゃなくて墓の木があったんですこういう、はい、こう木に名前が書いてあってその墓になってたんですけど、その木に五寸角って分かるかな、はい、これぐらいの木に、そこにこう縛り付けられて、はい、そのまま夜になっちゃって怖くて、その墓を抜いて、はい、あこういうこと抜いて、うん、もうその漫画みたいなもうイエス・キリストみたいなでこう、それで家に帰ってきた親父にものすごい怒られて怒られたのはいいんだけども、返してこいって言われてうわまた夜墓を持って返しに行ったの、そういう時代でした。そういう時代ってどういう時代か分からないですよ。まだまだそういうことがあった時代だったんですね、どんなお子さんでしたかね、まあ、活発だったかおとなしいかっていうとどっちかというと活発な、すごい活発な、活発っていうかね、本当にあの他に遊ぶことなかったんでしょうね、きっとね、本当に田舎ですからね、そんななんか、うん、なんでしょう、その覚えてる限りでそのお子さんの時にその演劇体験といいますか、うん、そういうあその芝居にまつわるようなことをしたその学校ででもいいですけど、そういう一番古い記憶って何になりますか？もう、あのストーリーは覚えてないんですけども、あの今でもやってる、ドロカブラというお芝居を、はい、どこの劇団かな、今でもやってると回ってると思うんですけども、はい、子供に見せるお芝居、うん、それの題名だけ覚えていて、はい、それを見たのが最初で、それ見たいつですか、わかりません、学校に来てくださって、それで見せてくださって、で高校2年の時に演劇部に入ったんですよ。あ、それは、やっぱり 何きっかけで入ったのはどういう、僕はクラブに入ってなくて、応援団しか入ってなかったんで、こうやって応援してたんですよ。そしたら何もやってないから入んないかっつって、あの僕が2年の時にできたんですよ、演劇部が、で面白そうだなと思って入れていただいて、その演劇部の先生が店に連れて行ってくれたのが、演劇鑑賞会だと思うんですけども、はい、欲望という名の電車だと思うな、はい、で僕らはもう会員じゃないから一番後ろの席で見て、杉村春子先生だと思うんだけども、はい、ちょっとシャワーシーンがあったりして、色っぽいなと思って見てたんですけども、内容は全くわからない、 あれちょっと17、18の子には無理ですね。しかもこんなことやってるやつには全然わからないですね。あでもまあじゃあ、はい、ちょっとそのまあ人に誘われたっていうことですけど、うん、その興味というかそういうあの舞台とかへの興味っていうのはもともとあったっていう。舞台っていうか、舞台なんかもうどこにもなかったので、あの、まあ、村に映画館があって、うん、映画だけは当時はものすごかったんですよね。あじゃあ映画とかをかなり見られる、ね、そうですね、映画館にただで潜り込んで見たりして活発で、ではそれでそのまあそうやってそのあの欲望という名のを見に行ったりとかありましたけど、うん、そこでその何でしょう、演劇にそののめり込むあのきっかけっていうとしては、その演劇部で演劇をやってっていう、演劇部のにのめり込むっていうか、うん、あのできたばっかりの演劇部だったから、まだあのこういう白壁で何もない物質を与えられて、はい、その資料も何もなかったので、うん、もうなんか手探りでやってただけで、演劇の勉強をした記憶はないですね、うん、あまあ、みんなで、うん、あのま、なんか頑張って作ってやってみようみたいな感じで、うん、
演劇部の先生がすごい熱心な方で、こうやって夜中に本当は帰んなきゃいけないのに、一回帰ったふりしてまた体育館に戻ってきて稽古したりして、でその体育館にマットにくるんで待って寝たりして、そっちの体験の方が一回僕はそんな子だったから、ちゃんと就職しようと思ってちゃんと就職したんですけども、どうもネクタイと、ネクタイを締めて、ビルの中に入るっていうのが合わなくて、半年でその建設会社だったんですけど、辞めてしまって、でその演劇の持ってる、とても神聖な部分と、ダメな部分があるじゃないですか。ダメな部分、どの部分を指してダメな部分って考えるけど、みんな酒ばっかり飲んでたり、それこそやっちゃいけない学校に潜り込んでマットで寝るとか、それダメな部分、まあ、でもそういうのも含めてのね、でそのダメな部分に惹かれてたんでしょうね。でもう一回演劇やってみたいなと思って、それで東京に出てきて、大阪に就職してたんですけども、それで玉造りっていうところで、道を作ってたんですけども、で東京に出てきて、俳優小劇場とい う俳優座の2期生たちが作った、小沢昭一さんとか、小山田宗則さんという人がいたんですよ、小山田宗則さんとか、梅雨口茂さんとか、そういう人たちが作っていた劇団があったんですけども、そこに、受けさせていただいて、それを、どうやってその、数ある中からそこを選んだのは何で。僕はなんか絵を描くこととか、写真撮ったりするとか好き で、でいろんな美術学校とか、絵の学校、写真の学校とか、パンフレットを取り寄せたら高いんですよ、みんな。これはもう出してもらえないなと思って、親に。それで劇団も取り寄せてみたら、劇団が一番安かった。そうですね、金額で、それで劇団にしようと思って、で劇団に、でもその一度就職して、でもその親御さんとしては一回ね、普通に社会人になったけど、それを半年で辞めてしまって、劇団とかちょっと、言ったら親がしたよくわからない世界に行くっていうのは、その反対とかいうか、そういうのはなかったですか。大阪に就職してるもんだと親は思っていて、で劇団が受かるまでは何も言ってなくて、で受かってお金がないから、親に頼みに行って、実は僕はもう大阪にはいませんで、東京にいて、こういうある劇団を受けたら受かったので、この学費を出してくれませんかって言ったら、親父がね、そこにあった将棋盤をビャッ、うわーって、でドラマでしか見ないやつですよ、だからその将棋盤バーンとか、そんなもんで食っていけるのかって、いやもうごもっともだと思って、僕もごもっともだと思って、そんなもんで飯が食えるかって言って、で確かに入ってみたら、誰も芝居で飯食ってるなんかいないんですよ。それこそ杉村先生だってお芝居では多分食べられなかったと思うし、小沢昭一さんも杉口茂さんも小山田さんもお芝居で食べてるってことはなかったんですよね。だからそういう時代だったから、そういうことを知ってたかどうか知らない、分かりませんけど、親は怒ってそんなもんで飯が食えるなっつって、でもこれいい話ですけども、翌朝起きたらもう親父いなくて、おふくろがこうやって封筒を、いい話でしょ、お父さんが、お父さんもそんなわーって怒ったけども、そっと置いていきましたよっつって、でそれもらってピシッ東京にもう行けるように、でもじゃあそうやってその劇団入って、でまずじゃあ劇団入って、それは養成所というか、養成所です、レッスン的なものがあるた、朝から夕方までありますね、養成所を出ると準劇団になって、で劇団になるんですけども、いろんなことを教わりましたね、いろんな授業があって、それこそ洋舞、日舞、音楽、こう
フェンシングみたいなものもあったり、もちろん芝居のレッスンもあるんですよ、いろんなジャンルのことを教わってっていうことなんですね。そうですね、で、1年半僕が入って1年半の時に、はい、劇団は解散しました。あ、その1年半の間にその舞台公演っていうのも、踏むカリキュラムの中にはあったんですか？どうだったか覚えてないんですけども、でも1年半で解散するときに、僕後輩に年齢は同じなんですよ、風間森夫さんっていう人がいて、彼らは入って半年でもう解散しちゃったから、一期下だったから、で劇団があるつもりで入ったのに、なくなっちゃったら どうするんですかって言って、で抗議してなんか返してもらったらしいですね全部返してもらったかどうかは知りませんけども、でも僕たちで僕は、卒業公演まではやりますって言ってくれたので、辞めた人もいたんでしょうけども、じゃあ卒業公演をやって辞めようかなと思って、残って卒業公演はやりました。その卒業公演ってちなみにどういう舞台だったんですか？フランスの喜劇で、ピエール・パトラン先生っていう、インチキっぽい、パトラン先生の、すごく喜劇でした。養成所でその子、いろいろレッスンを受けたり卒業公演していく中で、演劇面白いっていう風になっていくタイミングっていうのは どのタイミングだったんですか？それこそそういう子供だったから、劇団入っても、俺も裕次郎みたくなれるかなと思いますよね。そんなこと考えてるバカな子供なんですよ、まだ19歳で、それでそういう僕を見てかどうか知りませんけども、座長の早野敏郎先生っていう、それすごい素敵な先生だったんですけども、片足が亡くなっちゃってて、で車椅子の先生でしたけども、加藤君ね、舞台役者っていうのはね、芸術の女神の衣の裾に一瞬でもいいから触れようとしてジャンプし続ける人たちのことなんだよって言われて、で僕その聞いた時は、ああそうですかみたいな感じで、まだ全然わからない、中学の時に言われて、まだ裕次郎になれるかなっていう考え方があるので、でもだんだんその解散したり自分で劇団作ったりしていくうちに、この僕たちのやってる仕事っていうのは、売れるとか売れないんじゃないんだなって、触れるとか触れないっていう、その触れられる人が いるっていうことを信じて触れようとすることなんだなって、でそれと売れるってことは全く違うことで、触れようとし続けることなんだなって、そこに向かおうとしてるその過程にある。そうですね、だからその言葉を聞いただけでも、養成所に入ってよかったなと思いますね。ちょっと感動してしまう でもそれがさ、初めの頃はまだそれがその言葉を言われた時もちょっとピンとこないものが、演劇やればやっていくほど、その早野先生がおっしゃってたことがそういうことだったのかっていうのが、そうですね、だんだんこう、自分で劇団作ったりしていくうちに、いろんなそれからも勉強を、子供の頃全く勉強しなかったから、大人になって勉強する羽目になっちゃって、いろんなことを勉強するうちに、例えばゴッホは一枚も絵が売れなかったとか、モーツァルトは貧困のうちに死んでいくとか、そういうのを読んだりするたびに、この人たちを触れようとしてたんだなっていう、思って、そういう人になりたいなって思いましたね。でもそれも早野先生のおかげですね。そうですね、その有名な作品とかいう、その裏側や B 面の方にね、なんかまた別の物語が、あったりしますもんね。だから養成所っていうのは、他の子を教わったことは大したことないんだけど、歌とかそういうことを言ってくれる人に出会えるっていうことはすごいことだな。いや、そうですね、その一言にね、出会えたっていうのはやっぱり、生涯の死だと思ってるんですけども、そういう死を持つっていうことは、素晴らしいなと思いますね。そうですね。そしてその、じゃあ劇団が解散してしまって、その後ご自身で、劇団を、劇団新芸
劇団っていうかね、4月に卒業公演終わって4月になると、はい、俳優小劇場解散してしまいましたけども、はい、いろんな劇団から、はい、上に上がれなかったやつがこう新宿とかで飲んでるんですよ、はいはい、でなんとなく集まるようなところがあって、でお前も上がれなかったのかみたいなのがあったりして、はいはい、でじゃあ何かやろうかっつって 3人ちょうど集まって、で3人でちょっとやり始めたのが、そのじゃあ名前つけようっつって新芸っていう名前を つけたぐらいで、それで何本かやってたんですけど、まず何をやろうかっていうんで、本をいっぱい読んで、その進撃っていう雑誌があったのね、はい、昔月刊誌ですけど、それに塚公平さんっていう人が、ご自分ではやってなかったんですけども、文学座に書き下ろした熱海殺人事件っていう本が掲載されてたんですよ。でそれ読んですごい面白くて、当時の僕はね、熱海との初めての出会いはじゃあ 本からだったんですか。そうです、公演ではなくて、でこれやらせてくれませんかって言ったら、電話ですけど、もちろん、いいよって言って、で渋谷のプルチネラっていう50人ぐらいの劇場ですね、そこでやったらとても評判が良くて、でこう何度か再演してるうちに、塚さんも、見に来てくださって、塚さん僕より1歳上だったんですよ、で、で今度俺のところでも、熱海を初めて初演するから、で今やってるそのお前の同じ役で出てくれないかっていうんで、おしかもそれはだから先に文学座に書き下ろしてたから、塚さんのところではだいぶ後からだったんですね、その公演されたのは。でも、今、なんて言うんだろうな、今塚公平事務所っていうのはあるとすればそこに出るってすごいけども、全然そんなんじゃなくて、塚さんも、バン99ホールっていう劇場があったんですけど、だから99人ぐらいの劇場でやってたんですよ。あ、もう本当に小さいところで、僕なんか50人ぐらいの劇場でやってて、大して変わんなかったんですよ。まあ当時は数ある劇団の中の一つだったっていう、まあ、そうですね、で一緒にやらないかっつってやってみたら、とても作り方が面白くって、芝居の、まあ、口立て芝居っていう、はい、まあ、よくそれを聞きますけども、それは実際その口立て その現場っていうのはどういったその、やり方というか、熱海殺人事件は本がもちろん あったからそれはいいんですけども、他ののは本がなくて、まずこう稽古場行くと、じゃあまあそこに2人そう、出てくれとか言って、でなんだかんだ遊んでるうちに、自分でこうつけ始めるんですよ、セリフをね、で塚さんが浪曲っていうか講談みたいなのを一人で言うんですよ、二人のセリフをね、それ僕ら口真似するだけなんですよ、でそれ口真似していくと、1日それこそ作るシーンって2、3分だから、それぐらいしか稽古しないから、だから1日やってできるの2、3分だから、セリフはすぐ覚えちゃうじゃないですか、でそれを繰り重ねていって、出来上がって、出来上がったぐらいに書いてるやつがいて、本ができ芝居が出来上がった時に本ができるっていう感じで、でも再演する時にまた書いちゃうから、その本何の役にも立たないんだけど、そういう口立て芝居って言うんですけども、大衆演劇が口立てなんですよ。ああ、そうなんですね、で座長が、今日お前こういうことやれって、ちょっとしゃべれとかってやって、で作っていっちゃうのね、でだから僕一度塚さんに、塚さん飯塚だから、福岡のね、で花宝劇場っていうすごいいい劇場があるんですよ、歌舞伎なんかも有名な人が行くような劇場がね、その劇場のところに50件ぐらいあったんだって、その何大衆演劇の小屋劇場が50件、並んでたんだよって聞いて、でそこで育ったから絶対見てると思って、でああやってバーンって曲入れるのも大衆演劇の方法だから、塚さん子供、昔大衆演劇見てたでしょって、そんなもの見てねとか言って
いや絶対出たはずだと、そこの影響があったはずだと、全部大衆演劇のやり方だからね、なるほど、その音バンかかって見え切ってみたいな、あの感じがその大衆演劇からのちょっとルーツが、そうですね、まあ大衆演劇にちょっと哲学を入れたみたいな感じの芝居ですからね、そっか、そのだからまあ口立てみたいなやつもそういうところから来ているっていうじゃないかなと、まあ、ご本人はそうとは言わないけども、楽なんですよね、こうやって、書かなくていいし消さなくていいから、さっきのところなしにして、もう一回行くよとか言うだけだからね、でもなかなかないというか、そのね、そのまあ、ちょっと役者が即興でやってみて、それを後で台本に起こして、うん、じゃあ正式に台本になってみたいなやり方とかはありますけど、もうその場で言って、その場でって、そうですね、もう、よく思いつきますよね。で思いつかないと時は、適当に作ってこいとか言って、役者に任せる、適当に作ってきて、やったりして、作ってこいっていうのは、その場でその即興でやってみるみたいなことですか？それもありますし、家で考えて作ってこいっていうシーンもありますし、だからまあ、一人で全部作るわけじゃないですよね。じゃあ役者もちょっとそのセリフを考えて、もちろん、みたいな感じなんですか？そうですね、それを塚さんがちょっと構成するというか、そうですね、じゃあその何でしょう、作ってる最中、その何でしょう、みんながちょっと自分が書いたやつが採用されたとか、なんかいうような、みんなの作ったものがなんか集まってできる作品みたいな感じなんですか？そうですね、ただなんて言うんだろうな、講談と同じでこう感情込みで塚さんが喋ってくださるから、それを口真似してるだけだから、これ長くやってると下手になるなって思ったんだ。だからもうだってね、出来上がってきちゃうもんね、自分で作るわけじゃないから、どうしようかなって思ってましたね、7年間一緒に作業したんですけども、これちょっと危ないなとはいつも思ってました。そうなんですね。じゃあ7年やりながらも、じゃあその時にその、ご自身でじゃあうまくなるためにみたいなことで努力されてたことっていうのは、その時代としてはどういった、いやー、何もやってなかったですね、そういう努力はね、自分で、塚越事務所が解散してからですね、考えるようになったのはね、ものすごい人気だったから、なんかそういうことを考えなくてもいいような感じだったんですよ、俺たちこれ何だろうなと思いましたね。もうこれだけでも本当に大人気になっていく、劇団に、なんか最後は、終わりは紀伊国屋2ヶ月間、びっしり前になりましたよね、だから通路を2列座布団並べて後ろまで、で前も2ヶ月前になってたから、だから僕らも分からなくなっちゃうね、自分の存在が、本当は下手だとかね、そういうのが分からなくなって、だからあんまりいい体験ではなかったです。なかなかそういう風に聞くことはないので、逆にちょっと今すごい貴重な今お言葉を聞いた感じが、今いやいや体験ではなかったっていう、ものすごい人気だったんだなっていうことが今知れました。でもまあその最終的にはその大人気っていう風になりますけど、じゃあそのね、かつてはその数ある劇団の中のそのすごい小さいところでやってたっていう風にさっきお聞きしましたけど、じゃあどのタイミングで何でしょう、うわ、なんか人気が出たというか、手応えというか、ご自身たちがやってることにすごい、それはやっぱり多分どっから話が来たのか、自分から塚さんが頼んだのか分かりませんけども、紀伊国屋に行ってからですね、バンから紀伊国屋に行ってから、で紀伊国屋が、町前になる頃からですね、やっぱりその紀伊国屋に呼ばれるっていうのがやっぱりその一つのターニングポイントだったっていうのは、紀伊国屋って400ちょっとの小屋で、今思えば全然大きくないんですけども、当時バンとかプルチネラっていう劇場でやってた僕らにとってはすごい大きかったんですよ、で塚越さん自身も大きいと思い込んでて、劇場行く前に、いいか、紀伊国屋大きいからな、お前らそんな声じゃな、もっと大きい声出せってわーって大きい声出して、で声潰したんですよ。今思えば紀伊国屋って息する声まで聞こえるんですよ、
あの400人ぐらいの劇場だけど、そのね、うん、もう、吐息も届くぐらいの、そうなの、うん、でそういうところで、ダメ、大きい声出せよ、聞こえないからなとか言って本当に若かった、若気の痛いですねその、何でしょう、かつてその早野先生からいただいた言葉で、そういうずっと、うん、印象に残ってるっていうようなこともありますし、うん、塚さんの、おっしゃってたようなことで、ずっと今でも印象に残ってるようなこととかってありますか？塚さんの、うん、あの言葉は全然、うん、お話しする関係じゃなかったので、あんまりないんですけども、演劇のやり方のもう一つの方法っていうか、僕らは新劇っていうところで育ったから、なるべく普通に会話したり、向き合って会話をしたりするんですけども、前向け前向けつけ、こうやってやっててもこうやって前向いて、平田さんとか、はい、風間さんとか、ね、根岸さんとか、僕みんな、記録に一番前に横に並んでこうやってしゃべこれまでやってきたものと全然違うという、これ演劇でいいのかなと思ってますけども、みんな前向いて喋れるんですね、そういう、でもそれが力になるところもあって、あ、こういう表現方法も全然、悪くはないっていうか、だから両方やっといてよかったなと今は思いますね。そうですね、うん、一つのことだけじゃなくていろんなジャンルのことを知るから、うん、またね、自分のものに帰ってきた時にね、いろんな表現が下手上でできるっていうのも ね、あります。進撃は見栄を切ることってないですから、あ、見栄を切るっていうみたいのを覚えたり、そういうのは、まあ歌舞伎は見栄切るじゃないですか、それかっこいいなと思うじゃないですか、だからそういうかっこいいっていうのも演劇には必要なので、そういうのを覚えたりしましたね。じゃあその塚さんのところを経て、じゃあその加藤健一事務所を、設立に至るのはどういった、経緯になるんですか？